今日は朝早くから、たくさんの、台湾政府関係者、教育の皆様、それから地域をはじめ、多くの方に集まっていただいて本当にありがとうございます。今こうやって、無事おかげさまで、調理式を終えることができました。那今天早上非常感谢高雄市政府的各位尤其是市长代表高雄市政府的各位，还有台湾业界的各位，教育还有教育界的各位，还有记者朋友，能够来这边来见证这一个签署仪式，那真的非常感谢各位。那在这边呢，我们能够顺利来签署这个合作备忘录，对我们来讲是非常高兴的一件事。これから21世紀は、世界をリードする、勢力が大きく変わる世紀ではないかと思います。今まではですね、20世紀は欧米を中心とした、政治経済が行われてまいりましたけど、21世紀はですね、台湾、中国、インド、ベトナム、そういった、新興国がですね、IT 事業をはじめとして大きく伸びていく、そういうふうにして世界に一斉にパワーを発信する世紀になるのではないかと思います。21世紀真的是非常不同的一个世纪，那在以往的时代都是以欧美的文化来做流行的一个年代，但是在21世纪呢，真的就是以中华文圈，就以中台湾、中国、印度还有越南这一些的亚洲地区来做，在向世界发信的一个来向世界发信的一个年代。インターネット需要は、独イヤーと言われるほど素早い対応を求め、時代は大きく早く動いていきますけど、やっぱり人間、それに携わるですね、人間、教育が一番大事でありまして、その教育はですね、ある程度の時間をかけないとできない。その時間をかけて台湾の少年少女たちのお役に立つと、そういった意味合いでのこの事業が非常にこう価値あるものではないかと我々は思っております。那真的在现在的网络发达的一个时代当中，是非常享受速度的一个时代。但是呢，教育这种东西是要花时间，慢慢的去磨练，慢慢的去锻炼。那真的就是在希望在这个教育当中，真的好好的去培育我们的，再多花一点时间在培育我们的青少年的身上，这个才是真正教育的一个目的，真正教育的。もう一つ参入しております、小学館修理者プロダクションという会社もですね、約40年前に設立した会社でございまして、さまざまなキャラクター、ドラえもん、ポケモン、台湾でも非常に有名なキャラクターをですね、ライセンス事業として大事に育てている会社でございます。ですからこれからもですね、台湾発信のキャラクターが、山で日本に生まれてくるんじゃないかと、そのぐらいの期待を持って、このデジタル事業を。那在这当中呢，我们在小学馆的组织当中也有小学馆 Showpro 这一个公司的参入。那这一个公司呢，主要是在是负责非常有名的肖像的一个授权的一个有名的肖像，例如是各位所熟知的哆啦 A 梦，还有口袋怪兽，还有柯南这一些的非常有名的肖像授权的金手肖像授权的这一个公司。那在这个当中，我们也把它纳入了事业范围当中。那希望呢，在未来在日本能够产生在由台湾所代表台湾的这样子的一个授权的一个商机，这样的一个生意能够拓展出去，这也是我们非常期待的事情。まあさまざまな88年の教育ソフトですね、この高尾を舞台にしてアジア、あるいは世界に発信していく、その第一歩の日だと思っております。在我们公司已经创立了88年，那真的就是说，在88年中，我们所淬炼出来的一个教育的有关教育的软体，希望在这里以台湾的高雄为舞台，向亚洲甚至向全世界扩展出去。88年前の8月8日に小学館は創立されました。非常に八という字はですね、縁起のいい数字であります。またこの今日の日がですね、後から考えて、とても縁起のいい日であったと思われるような節日の日にしたいと思います。
那在八十八年前，也就是1922年的8月8日，日本的小学馆在这一天成立了。那真的就是说，都是八这个，就是今年能够迎接88周年，又刚好是在8月8号创立。那小学馆，日本小学馆跟八这个数字真的是非常的有缘，也相当于台湾里面的八这个字也非常的有缘。那我们希望在以后的日子，各位想到这一天的时候，就会想到台湾小学馆也在今天成立，也是一个非常有意义的日子。我们希望把它做成这样一个有意义的日子，来供大家日后来纪念。また台湾の中でも、高尾はですね、ソフトウェアパークをはじめとして IT 関係が非常に多く集まって、これからの IT の発信基地となっていくと思います。そのためにやはり我々がですね、いいソフトを提供し、台湾の子どもたちと一緒に伸びていく。また今日は、関会長、大社長並びにですね、 IT 関係の方々は、たくさんご支援いただいてますけど、我々は何にしてもですね、台湾の子どもたちの役に立ちたい。台湾の子どもたちが、このソフトによって新しい、素晴らしい20世紀を担う人間としてですね、一歩でも前に踏み出すような、そういう願いでこの授業を始めましたので、もちろん授業ですから、採算が合わない限りですね、なかなか、存立は難しいんですけど、それと同時にですね、やっぱり教育というのは両方2つの面がございまして、新しい小学生の人材を育て、中学生の人材を育て、大半の子どもたちの役に立ちたいと、そういう願いが、バックボーンとしてございますので、やっぱり皆さんが末永く温かい目でこの事業を支援していただくように、この高い席から誠に恐縮ですけど、心よりお願い申し上げまして、私の挨拶と感謝しております。谢谢。那其实在台湾是一个 IT 产业发展的非常好的一个产业，那在高雄这边也有许多的 IT 相关的业者，来也在台湾，在这边进驻。那真的台湾有非常好的 IT 的一个基础，那我们真的就希望能够在这里能够提供好的软体，能够让小朋友能够培育我们未来。担负未来重责大任的下一代。那在场也有大众电脑的简董事长，还有国中电脑的王董事长，还有其他的业界先进，也非常感谢您各位业界先进的莅临。那真的就是说，我们希望就是真的希望这个软体能够对儿童，对现未来的儿童能够有很大的作用，能够真的把他们培育成能够担负起21世纪的一个人才。当然，虽然我们但是小学馆毕竟还是做事业哈。如果是说在成本，还有在成本上面，如果有不太符合的地方哈，其实事业还是会有持续不下去的可能性。那但是在教育这方面，就是要考量它的未来性。它其实有两方面，它要考量它的未来性，还有它的成本性。那无论如何，我们就会我们在这边我们会尽我们全大最大的努力来去做来去推广教育事业这个活动。那真的我在这里非常衷心的希望台湾小学馆能够跟日本小学馆一样，能够把未来的儿童把他培育成担当起21世纪重责大任的人才。那我们希望在这边能够贡献我们一份心力，那这也是作为我们小学馆最大的一个心愿。那我的致辞就到这里，谢谢，谢谢各位。